はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数列の和と一般項丸2をお送りします。で、前回からこのタイトルが始まって、これまあ2本目なんですけど、まあここで終了です、このタイトルはね。で、前回ポイントで公式やってもらったので、その続きで問題演習を2問やっていきます。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、問題は、まあ、前回と同じで、初項から N 項までの和を SN として、まあ、それがもう表されてると、2つとも。で、その時に、一般項 AN を求めようという問題。で、まあ、1番はね、SN、まあ、こう書いてあるので、前回やったように公式使っていきます。で、つまりやりたいことっていうのは、和から一般項を求めたいのね。で、そうきたら、ひとまず公式使うためにこれを必ず書く。N が2以上の時。この時しか使えないからね。で、AN は、SN から、S の N-1 を引いたものになります。これが公式ね。で、なんでこうなるかは前回の動画で確認してください。で、あとは代入するだけです。SN のところ、こいつ、代入して、一応括弧つけるか。N の2乗プラス 2N-2 マイナスの、これ、S の N-1 っていうのは、この N のところに N-1 を入れたものだから、ここに入れると、N-1 の2乗プラス2、カッコ、ここにも入れるからね。N-1 プラス2と。で、計算していきましょう。じゃ、こっちカッコ外しちゃうか。マイナス2引くことの、なんかまとめます。2乗こっからしか出てこないね。N の2乗。これがマイナス 2N プラス1だから、あと。残りがね。ここの 2N と消えてしまいます。で、プラス1、マイナス2、プラス2だから、プラス1とこうなる。で、あとマイナス配るだけだから、2N、ごめん。ここが、プラス2だったね。失礼しました。で、プラス1と、こうなります。で、A1 が、ね、一致するか確認するっていういつもの流れになるんですけど、ここで気をつけなきゃいけないのが、ここ、N イコール1入れます。1より、今出した A1、ここに1入れるから、3になるでしょ。で、もともとの S1、本当は一致するんだけど、いつも。でも、1、2、2になるから、これ5なんだよね。で、一致しないんです。で、そういう時もいっぱい出てくると。じゃあ、その時どうやって答え書くのかっていうと、答え書かせて、先書いちゃうと、A1 イコール5、こっち使います。で、もう一個。N が2以上の時に、今出した一般項を使って OK ですよと。両方ともセットで書いて丸です。で、説明する前に、ちょっと焦点合わせますね。で、なんで、これね、あ、ごめん、間違っちゃった。よいしょ。なんでね、こっちの S1 の方を使うかっていうと、今、これに1入れたじゃん。でもこれは、もともとこの時なんだよね。N が2以上の時。で、まあ、前回の問題とかは、2以上の時しか出すね。ダメだったけど、確かめてみたら一致したでしょ？じゃあ、全部の時で一般項 OK ですねっていう流れだった。でもそうじゃなくて、今確かめたら違ったと。じゃあ、この時は、1の時はダメだから、こっちを使うと。で、なんでこれが A1 に変わるかっていうと、もともと S1 と A1 は同じものっていうのがあるじゃん、公式で。で、最初の1個目だからさ、初項も1個までの和も同じになるから。だから S1 イコール A1、こっちが5だったので、違うときはこっちの答え、ここだね。ここを使います。で、答えの書き方が A1 は5なんで、まずそれを書いておく。で、N が2以上の時は一般項 OK なんで、そっちも書いておくと。このセットで丸になるという流れになりますので、覚えておいてください。
で、2番なんですけど、まあ、ちょっと特殊なパターンなので、まあ、そんなに出てくるイメージはないんですが、一応ね、やらせてください。で、何が特殊かって、輪の中に一般粉入ってるからね。おいみたいな感じの。で、基本的にやり方は同じなんですよ。公式使うんで、まず2番。N が2以上の時、AN イコール SN マイナス S の N マイナス1になると。で、よっしゃ、代入しようぜとはいかないです。こっからやり方が変わるんですけど、これ変形します。で、どう変形するかっていうと、左辺を SN マイナス AN にしてほしい。そう。だからまあこっち持ってきてマイナス処理しなきゃいけない。ちょっとめんどくさいっていうかね、なりますけど、そうすると、右辺がこうなります。これ変形しただけね、上から。で、ここで、まあ途中式書くんだったら、まあ、よしきよりとか書いたらいいかな。よしき、与えられた式なんで、もともとのこれです。与えられた式。より、何が起こるかっていうと、S の N マイナス1が、n マイナス1の2乗と一致します。n マイナス1の2乗。で、突然なんでこんなのが出てきたかっていうとね、これ、もともとの様式、この与えられた式を変形すると、この an、左辺に持ってきてください。そうするとね、こうなるんだよ。これこれ、これこれって、これ移行してきただけね。で、よく見ると、ここの左辺と、この左辺同じなんだよね、全く。ってことはさ、左辺が同じだったらもちろん右辺は一致すると。だから、S の N-1 と、カッコ N-1 の2乗が同じと。こういう風になる、式がね。で、この後どうするか。ここで、N を、N プラス1に置き換えます。両方とも。なぜなら SN にしたいんで、今。で、置き換えると、N のとこに N プラス1が入るから、ここ SN に変わります。ここね。で、右辺も N のとこ、N プラス1が入るんで、括弧の中 N だけになるから、N の2乗になるんです。で、これ、もう S の N マイナス1がなくなってるんで、N が2以上じゃなくて構わない、別に。これ N は1以上と。普通に満たしてます、全部。もともとこれは S1 を入れてしまうと S0 が発生するんで困るんだよね。でもその心配がもうなくなっているので、これで OK だと。で、どうするか。SN が N の2乗 OK なんで、ここに戻してあげます。N の2乗を。で、そうすると、ここでよりはおかしいね。よってのはいいな。よって、あそこに入れ直すと N の2乗。イコール AN プラス N マイナス1の2乗となります。で、結局出したいのは AN でしょ？こうやって。だから、これ移行して計算すれば、AN イコール、まあ、こっち持ってきて展開すれば、2N マイナス1か。マイナス1となります。で、これは途中でも書いたように、もう N が1以上の時満たしてると。2以上の心配なくなってるんで、A1 チェックが必要ありません。だから、よいしょ。これでもう答え。で、OK という形になります。まあ、かなりね、特殊なパターンにはなりますけど、まあ、ちょっと頭の片隅にでも覚えておいていただけるといいのかなと思います。個人的にはね。では、今回は、高校数学、数 B の数列の和と一般項丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から、いろいろな数列の和をやります。はい。これもちょっとシリーズで続きますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。